はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、7月キャッシュレスお得キャンペーンまとめ、ドトールコーヒータッチ決済のキャンペーン追加情報もということで、今回は7月のキャンペーンまとめ動画でですね、今月のキャンペーンもある程度出揃った感じですので、僕なりにまとめました。あとですね、まとめを含めてちょっとした追加情報もありますので、そちらもぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ってことでね、今回はこちらのカレンダーを埋めながらですね、7月のお得キャンペーンまとめをお伝えします。まあ一部のキャンペーンについては覗いてますのでご了承ください。それでは早速ですね、ペイペイからお伝えしたいと思います。まずペイペイなんですけども、今現在こちらの夏のペイペイ祭りということで、絶賛開催中のキャンペーンとなっております。こちら7月の25日までのキャンペーンでかなりね、いろんなキャンペーンがあるんですけども、一部ピックアップをさせていただくと、 サンプル百貨店と PayPay ペイペイのキャンペーンですね。サンプル百貨店というのは、まあ、いろんな食材であったりとか、まあ、ジュースとか、まあ、炭酸水とか、そういったものがですね、比較的安く購入できるネットショッピングのお店となっております。このサンプル百貨店で PayPay ペイペイ残高ですね。PayPay ペイペイ残高で支払うと、通常であれば10%還元。それ以外のソフトバンクをンバイル、イ i バ Yahoo、プレミアム会員の方であれば15%還元を受けることができますので、まあ、このタイミングでね、何か買いだめされたい方はですね、ぜひサンプル百貨店使ってみてもいいのかなと思います。上限は まあ1回に3000相当まで期間中トータルで5000相当までとなっております続きましてこちらですねセブンイレブンとペイペイのキャンペーンなんですけどもセブンイレブンのアプリでペイペイ決済をすると通常であれば5%還元でソフトバンクワインバイルグヤフープレミアム会員の方であれば10%還元となっております1回の風上限が100円相当まで期間中トータルで1000円相当までとなっておりますまあなのでね通常であれば5%還元なのでまあ三井住友ナンバーレスのカードを使っている方であればまあそっちを使ってもいいのかなと思います ですけどもペイペイのボーナスが欲しいという方はねこのキャンペーンを使ってぜひですねセブンイレブンアプリでペイペイ決済を行ってみてください続きまして AU ペイですね AU ペイですねちょっと大型のキャンペーン特に今現在はないんですけどもこちらが開催中でございます AU ペイの生活応援企画ですねローソンで最大3%還元のキャンペーンということで税込み200円ごとに6ポイント3%分のポンタポイントをもらうことができます対象店舗としたらローソンナチュラルローソンローソンポプラーローソン 3F ローソンさ100度そしてシルニティ に決まってませんのでローさンで決済で何か迷ってる時があればこの au ペイでもいいと思いますまあですけども先ほどお伝えした三井住友ナンバーレスをメインで使われている方はそっちがね還元率が高いのでそちらを優先してもいいかなと思います続きまして d 払いですね d 払いではこちらのキャンペーンが開催中でございます丸徳 d 祭り第1弾ということでこのキャンペーンは d 払いで d ポイントを使ってお買い物をするとポイントをいくらいくら使わないでいけないっていう指定はないんですけども d 払いの時にポイントを使うをオンにした状態でお買い物をする 対象店舗はいろいろあるんですけども、松本清とか、ファミリーマート、セブンイレブン、ホットモットなどということですね。対象外店舗もしっかりとありまして、まあ、ローソンとかモスバーガーなどそういったところがね、対象外となっておりますので気をつけてください。こちらがですね、第1弾が7月の19日で終了するということになっておりまして、こちらも事前にですね、発表されていたんですけども、第2弾がですね、7月の中旬にスタートするので、おそらくこの第1弾が終わってからすぐに第2弾がスタートするような 感じのニュアンスかなと思います。まあ、こうご期待ということでございますんで、またこちらもね。 発表されれば改めて動画にしようかなと思っております。続きましてこちらのキャンペーンがもう少しで終わります。ローソン、ローソンストア100限定、期間中いつでも D ポイントが10倍のキャンペーンということですね。こちらのキャンペーンでですね、まあ、とりあえず D ポイントが10倍になるということなんですけども、条件がお会計の際に D ポイントカードを提示するというところが条件となります。その後の決済方法は何でも OK ですので、先ほどお伝えした a u p a y の3%還元の決済でもいいと思いますし、まあ、三井住ともナンバーレスでもいいですし、この後お伝えする ラインペイの5%還元、まあ、それで、もももいいいいのかかななとととう,うにに思まますす対対象象ンンンはロロローーーソソソ以外にもナチュラルローソンであっったりりソソ100も対象となっておりますで上限は500ポイントまでなんですけども、まあ、OS の計算なんですけども、おそらく12000ほど使えば上限に到達するかなというふうになっております。まあ、こんなに使うことはあまりないかなと思うんですけども。で、終了日程が7月の12日までとなっておりますので、何かね、ローソンでお買い物される方はですね、D ポイントカードの方が還元率がこの時までは高いので、ぜひ使ってみてください。次に楽 楽天ペイですね。楽天ペイではこちらのキャンペーンが開催中でございます。対象の飲食店で楽天ポイント、楽天キャッシュのお支払いで、抽選で30人に1人全額ポイント還元というキャンペーンが開催中でございます。このキャンペーンなんですけども、対象のお店で楽天ポイントか楽天キャッシュで決済すると。そしたら、上限は1000ポイントまでにはなるんですけども、30人に1人全額ポイントが当たるキャンペーンとなっております。対象のお店いろいろあるんですが、松屋とかくら寿司、スシローなどが対象となっておりまして、これは7月3日 31日までのキャンペーンとなっておりますで、それと合わせてですねこちらのキャンペーンも同時開催中でございまして 全国のお店で7、8、9月の毎週金曜日に楽天ペイアプリでお支払いすると毎週抽選全額ポイント還元のキャンペーンが3ヶ月間の間の金曜日で開催がされているということですね。これは毎週の金曜日に楽天ペイ決済を行ったらまあチャンスがありますよということなんですけども、まあ基本的には楽天ペイが利用できるお店が対象にはなるんですが、一部対象外のお店もありますので気をつけてください。なのでね、先ほどお伝えした飲食店であったりとか、まあそれ以外のお店でとりあえずね、今つけてる この金曜日9、16、23,30。まあ、こういったところがね、7月であれば対象の日となりますので、そこを目当てで楽天ペイ決済を狙ってみてもいいのかなというふうに思います。次に LINEPay ですね。LINEPay ではこちらのキャンペーンが開催中でございます。三井住友カードとチャージペイのキャンペーンですね。もともとチャージペイというのは LINEPay クレカしか、まあ、紐付けすることができなかったんですけども、今だと三井住友カードも連携することができまして、それに関するキャンペーンとなっております。キャンペーン2つ分かれておりまして、この三井住友ビザブランドと LINEPay を連携することによってこのリンクリワード200円相当がもらえたりですとか2つ目が通常還元プラス0.5%の V ポイント還元っていうねなので実質1%ぐらいの還元で決済することができるのでもしね LINE Pay をメインのスマホ決済として使われてる方はまあ、こちらも参加してみてもいいかなという風に思いますこちらキャンペーン8月12日まで開催中でございます次にこちらですねコンビニ3社で LINE Pay の ID 決済でかざしてお支払いすると5%の LINE ポイントの還元を受けることができますこちらですね対処 のお店がセブンイレブンファミリーマートローソンこういったお店が対象となっておりましてまあ内容がですねビザラインペイプリペイドカードの ID 決済で行うと5%還元を受けることができますここですねビザラインペイプリペイドカードですねもうこれは基本的に審査なしでもね誰でも作ることができますんでまあ5%還元使いたいなっていう方はですねぜひ使ってみてください上限が1万ポイントまでなので20万円分を利用することで1万ポイントに到達しますこちらのキャンペーン7月31日までですね次にトヨタウォレットですねトヨタウォレット こちらのキャンペーン常時開催中でございまして毎日毎回1.5%のキャッシュバックということでこのトヨタウォレットを使って ID マスターカードコンタクトレス決済もしくはオンライン決済を行うことで支払い金額の1.5%分のトヨタウォレットの残高をもらうことができるキャンペーンとなっておりますまあ、このキャンペーン自体はねもう皆さんご存知だと思うんですけども ビザプリペイドカードのキャッシュであったりとか、あとは 6g っていうスマホ決済と連携すればね、かなりの高い還元率を狙うことができますんで、まあそういった方法を使って、ぜひお得に使ってみてください。こちらのキャンペーン次第の終了日はまだ未定でございます。トヨタウォレットではこちらも開催中でございまして、対象店舗で e-park っていうサイトを使って、まあテイクアウトを行うと。そしたらですね、支払い金額の20%分のトヨタウォレットの残高をもらうことができるキャンペーンとなっております。まあこのキャンペーンですね、まあくら寿司とかそういったお店が対象となっておりまして、期間中何度でも使う ことができます、まあ、一回の上限は決まってるんですけども、特にね、期間中の上限というのが決まってませんので、まあ、何度でも使いたい方はですね、ぜひ使ってみてください。こちらのキャンペーン、7月31日までですね。続きまして、ファインペイなんですけども、ファインペインはね、こちらがすごい盛り上がっているようなキャンペーンとなっております。ファインペイボーナス10倍スーパーサンデーということで、まあ、このキャンペーンの内容としたら、7月の日曜日にファインペイ決済を行ったら、ファインペイボーナスが10倍、いわゆるその5%分の還元を受けることができます。各週ですね、450円相当という上限が 決まままってておりまして1万円分まで、お買いすることでで円相当に到達しますでこのキャンペーンですね、すでにもう一度行われておりまして、あと今月は3回、11と18、25がですね、使うことができますんで、まだ参加されてない方はですね、ぜひ参加してみてもいいのかなというふうに思います。で、それに関連してですね、ファインペイではこちらのキャンペーンも開催中でございまして、バニラビザギフトカードをファミペイ払いで購入すると、ファミペイボーナスが2.5%分の還元を受けることができるキャンペーンが開催中でございます。こちらのキャンペーン上限 1500円相当までとなっておりますので、まあ、先ほどお伝えした、この、ファインペイのスーパーサンデーのキャンペーンでですね、これと合わせて使ってみてもいいかなというふうに思ってますね。なので11、11,18,25で、こちらのバニラビザギフトカードを購入すれば、実質7.5%分の還元を受けることができるので、まあ、そこが結構魅力的かなと。ですけども、このキャンペーンですね、まあ、先日動画でお伝えした時にバニラビザギフトカードを使って、僕はモバイルスイカーにチャージができるっていうふうにお伝えはしてたんですけども、3D セキュアがかかるので、おそらくできない、 できなくなるかもしれないっていう風なこともちょっとお伝えしてたんですよね。まあ、それがですね、ちょっと現実になったみたいで、すでにモバイルスイカへのチャージができないような状況となっておりますので、ここは注意をしてください。こちらの画像ですね、ちょっと主張さんからいただきまして、今、バニラビザキットカードを使ってモバイルスイカにチャージをしたらこのメッセージが出てくるみたいです。クレジットカードの登録には本人認証が必要ですっていうことが出てくるみたいなので、まあ、ちょっとなん、なんとも言えないタイミングでね、このメッセージがちょっと出てきてびっくりはしたんですけども、クレジットカードの登録には本人に 印象が必要ですということで僕ができてたまでは特にこのメッセージが出てきてなかったんですけどもまさかねこのキャンペーンが開催されたと同時にねこれが出てきたのでいわゆるバニラビザギフトカードからモバイルスイカのチャージっていうのが ま、現時点ではもう塞がってるような状態になっております。なので、もし購入された方はですね、普通にお買い物で使ってもいいと思いますし、おそらく、ちょっとまだ僕やってないんですけども、PayPay とかにも登録できるかなと思います。確か5000円までとかならできるかもしれないんですけども、あとはね、Amazon ギフト券を購入したりとか、まあ、そういった方法でも使えるかなと思いますので、ご自身でね、一番いい方法をぜひ考えてみてください。で、ファイン p a y ではこちらも開催中でございます。対象のポイントサイトからですね、ファイン p a y フトとかに交換すると10、10%分の増量のキャンペーンというのは開催 台中でございます。対象のポイントサイトっていうのがア雨降りであったりとかドットマネー、そしてモッピーですね。この3つからファインペイギフトに交換すると10%増量をもらうことができますんで、まあ、結構このドットマネーがね。使えるのは結構熱いと思うんで、ポイントが溜まってる方はですね。この10%増量をうまく使って先ほどお伝えしたファインペイのスーパーサンデーとバニラビズギフトカードのキャンペーンまあ、それらとね。合わせることによってね。かなり高い還元率を狙うことができるんじゃないかなという風うに思います。こちらのキャンペーンは7月31日までとなっております。次にビザタッチ決。 キャンペーンなんですけどもこちらですね先日動画でもお伝えさせていただきましたがドトールコーヒーでビザのタッチ決済を行ったら最大2000円相当がもらえるキャンペーンとなっておりますこのキャンペーンはですね1000円から1999円までお買い物をしたら1000円分の V ポイントギフトがもらえたりですとか2000円以上 購入したらですすねね2000円分の V ポインンントトギフトがもらえるっってていいう結構、ね、厚いキャンペーンとなっておりますでですね、このキャンペーンのちょっとした追加情報、かなり重要な追加情報がありましたので、ちょっとこちらを見ていただきたいと思うんですが、それがこちらのキャンペーンページの中にありまして、先日ちょっとね、ツイッターでも引用リツイートをさせていただきましたが、実際のキャンペーンページを見てみましょう。7月8日に追記されたみたいで、本キャンペーンにおいて一部対象とならない店舗及びご利用方法があるにもかかわらずご案内が不足しておりました。本 キャンンペーンを楽しみにさまあ、かなり、まあ、僕は今回この件で問い合わせた、じゃあ問い合わせたんですけども、こういったページが出てくるってことはかなりの声が大きかったのかなっていうふうに思いまして、まあ、二つほど発表がありまして、一つ目は、本キャンペーンの対象とならない店舗につきましてはこちらをご参照くださいということで、ここにですね、なんと対象とならない店舗一覧がですね、出るようになったんですよ。ちょっとクリックしてみたら、ずらっとこんな風に出てきます。まあ、パッと見る限り、 先日ちょっと動画でもお伝えしたように、まあここのイオンモールとかで,ですね、ショッピングモール内であったりとか、まあ駅の中にあるようなお店、まあそういったところは結構対象外のところが多いかなっていうふうに僕が見た限りはちょっと思いますね。まあ福岡であれば天神のソラリアステージとかソラリア店、こういったところが対象外であったりとか、 あと他であれば、ちょっとあまり知ってるお店が全然ないんですけども、まあ、ざっと見る限り、やっぱり何かしらのモールとかに入ってるとこが対象外っぽいっちゃ対象外っぽいですね。で、ここもですね、ちょっと読んでいただきたいんですけども、7月1日から7月8日までに対象とならない店舗でビザのタッチ決済をご利用いただいたお客様へのご対応につきましては、現在検討中でございますと。これ意外でしたね。 対応方針決定後、改めて当ページにてご案内いたします。ご心配ご迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ちいただくようにお願いしますということで、今お伝えした店舗で既にビザのタッチ決済をされた方はですね、何かしらの対応をしてくれるのかなというふうな匂わせをしてくれているので、まあ、ちょっとあまり期待はできないとこではあるんですけども、随時ですね、まあ、これは公式ページをチェックしていただいた方がいいかなというふうに思います。僕は今回ですね、対象外店舗では決済してなかったので、まあギリ良かったのかなというふうに思うんですが、もしね、決済された方はですね、この キャンペーンページを何かしらのブックマークとかで確認をした方がいいかなと思いますで、2つ目の発表は僕が動画の中でもお伝えしたことなんですけどもまた本キャンペーンはデビットカードでご利用は対象となりませんということでいわゆるその s m b c デビットカードとかですねまあ、そういったものは対象外となりますとですけども、まあ、デビットカードでも決済された方もですね何かしらの対応をしてくれるようなニュアンスが出てるのでまあ、ここもちょっと見ておいた方がいいかなと思いますで、これはすでにねキャンペーンページも出てたんですけどもプリペイドカードを スマートフォンアプリ v ポイントは visa プリペ家族のお財布などでのご利用は従来のご案内通り対象となりません。ということでこれはですね。確かキャンペーンページの下の方にですね。ここにも出てるような感じとなっておりますんで、まあこれに関しては既に出てた内容なので、何も多分対応してくれないのかなという風うに思います。なので、この2つの内容について対象となる方はですね。先ほどもお伝えしたように、随時、このキャンペーンページをチェックしておいた方がいいかなという風うに思います。visa タッチ決済ですね。もう一つキャンペーン開催中でございまして。こちらマクドナルドで apple。 ビザのタッチ決済を行ったら20%分のキャッシュバックを受けるキャンペーンが開催中でございます。このキャンペーンでですね、上限1000円までとなっておりまして、5000円分利用することで上限の1000円に到達します。このキャンペーンはですね、対象となるのはモバイルオーダーであったりとか普通の店頭での決済も対象となってますんで、まあ、モバイルオーダーは D ポイントとかが付かないのでここはネックなんですけども、普通に店頭決済であればね、このキャッシュバックを受けれるプラス D ポイントとかも付けることができますので、ぜひそちらも試してみてください。このキャンペーンは7月の21日までのキャンペーンとなっております もう一つこちら、セゾンアメックスのキャンペーンなんですけども、先日動画にもさせていただきましたが、こちら、4月までのキャンペーンというのはないんですけども、ZOZO タウン、タリーズコーヒー、くら寿司、Uber Eats、ヤフーショッピング、ファミリーマート、これらのところでキャンペーン開催されてますんで、専用ページでアクセスした上でエントリーをして参加してみてください。 まあ7月で終わるキャンペーンを赤くするとざっとこんな感じでして、もうほとんどがですね、ご覧の通り、かなり7月で終わるものが多いです。まあ7月で終わるとはいえど、マルトク D 祭りとかも、こちらまた第2弾がスタートしたりですとか、まあなんちゃかんちゃ次の8月とかも PayPay ペイペイもキャンペーンが開催されるので、 まあその後も楽しみっちゃちょっと楽しみかなというふうに思ってますね。まあぶっちゃけね、全然これ全部使い切れる自信はないんですけども、まあ無理のない程度にね、ぜひ楽しみながら参加してみてください。まあそんなことで今回は7月のお得キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ちょっと余談にはなるんですけども、先日深夜にですね、無料送金アプリのプリンが、まあ Google に買収される もみたいなネットのニュースがですねまあ、日経新聞の情報にはなるんですけどもまあ、出ておりましてまあ、かなり話題になってました全然ね詳細とかは出てなかったのでまあ今後どうなるのかっていうのは正直わ、まあ、かんないとこではあるんですけどもそのプリンを提供する株式会社メタップスでしたっけあそこがプレスリリースでまだそれについては公式の情報ではないようなことを言ってたのでまあ、これはねまた新たにそれが本当かどうか今後の情報にちょっと期待したいところではありますまあ、ちょっと前まではね本当僕自身 自身もかなりプリンは活用してたんですけども、かなりね、利用規約も変わって、利用頻度はかなり減ってきてはいるんですけども、もしね、Google とプリンが合体して、面白いようなことが起きればですね、また一つ期待したいところではあります。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンの情報について、まあ、公式のリンク概要欄に貼っておきますんで、こちらも気になる方いらっしゃいましたら、チェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。